では続いてですね、デジャビュの話をしたいと思います。デジャビュっていうのはなんか見たことあるな、既視感あるなみたいな。これ何かというとですね、そのホロライブ、ホログラを見てた時に、これね、この猫又おかゆのですね、人の話聞けよなって、これなんかアクアの妄想なんだけど、これ見た時に、いや、かっこいいんだよ、かっこいいんだけど、いや、なんか既視感あるな、これと思った。これはね、コメント欄でよく見るお前らだって思ったわけ。なんかこれ見たことあるなと思ったら、RPG 実況やっててコメント欄で、おい人の話聞けよとか、おい文字読めよって言ってる、なんか、なんかめちゃめちゃ優しい指示中じゃんって思ったわけ、これ見たときに。その中でなんか、って思っちゃったらなんか面白くなっちゃって。ただね、この後ね、スバルとおかゆでマリオ64やるんですけど、みんなはおかゆじゃないんで指示コメントしないようにしてください。みんな勘違いするな。これは、もうしかもめちゃめちゃに決めてるおかゆだから許されるんだ。これは、みんなはおかゆじゃないから。俺はおかゆだ。それあれだよ。いいから話聞けよな。いいから話聞け。絶対聞きません。絶対聞かないんで。みんなはおかゆじゃないのでね、コメントはね、指示コメントはね、どこに行っても控えましょう。